2月27日日曜日、今週も一週間よろしくお願いします。行ってきましょう。はい、帰ってきました。アポチョーズ家系ラーメン、横浜市民のソウルフード、横浜家系ラーメンはニンニクがものすごく合うんです。ニンニクを必ず入れて食べてください。で、ニンニクを食べた後はリンゴジュース、リンゴジュース飲むとマジでニンニク臭消えます。何の作用だかよく分かりませんけど、打ち消すんでしょうね。本当に次の日ニンニク臭しないんで、ニンニク食べ過ぎちゃった日はぜひ果汁 100% のアポジュース。はい、ということで、マスク。はい、ということで、今日は月に一度の遅めの出社の日なので、年度で、ジムに行ってから出社します。はい。まあ、本当は、起きてすぐのジムあんま好きじゃないです。起きてすぐって体も起きてないし、細胞も起きてないし、体がまだ枯渇しきってる状態なんでね、あんまり力発揮できないんですけど、まあ、そういう時用のトレーニングメニューで今日は鍛えていきます。肩、はい、今日は肩と三頭やります。はい、ということで今日も行っていきましょう。はい、帰ってきまっちょ。疲れてないって言いたいけど疲れた。すげえすげえな。はい、ということで疲れた。もう自炊をする気がございません。はい、コンビニで買ってきたインスタントカレーとインスタントハンバーグで、ハンバーグカレーで生卵1個追加、タンパク質しっかりとって、はい、いきます。疲れた。お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、3月だ。3月1日火曜日、行ってきましょう。はい、帰ってきまっちょ。はい、疲れた。じゃあ昨日の疲れが取れておりませんので、はい、今日も自炊をする気にはなりません。なんだっけ、ルーロン飯、ルーロン飯、じっくり煮込んだ豚角煮丼。いや、もう白米が食べたかったんだけどね、本当はカツ丼食べたかったんですけど、これしか売ってなかったから白米系がね。じゃあこれを食べて
いきまっちょ、いただきまっちょ。いいか、このまま。さあ、ルーロン飯って何でしょう。食べたことないな。お、なんだこれ、この匂いは。何の匂いじゃ。ルーロン飯の匂いだと思うんですけど、ルーロン、なんか日本的な豚の角煮じゃないな、これ。いただきまっちょ。おう、うめえ。本当にこれでタンパク質 23g 入ってるのか。本当か。うん、うまなあ、もう鼻血でデブだわ今、ほんとね。そろそろ痛いっつっかな。はい、朝ごはん食べていきましょう。白米、サバの塩焼きと納豆、はい、これを食べて決まっちゃう。With the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star. 胸トレ頑張った。はい。カツ丼。いや、どうしてもやっぱカツ丼好きなんだよね。カツ丼ってたまに食べたくなるじゃないですか。うん、で昨日本当はカツ丼を食べようと思ったんですけど、売ってなくて諦めたっていうのがあって。そうなんですよ。でちょっと今日この後、私はですねだって仕事をちょっとしなければならず、でまあ仕事をするので撮影ができないので、家でやるんですけど、そう、撮影がちょっとできませんので、もしかしたらもうこのまま明日に飛んでるかもしれないですけど、動画は。はい、まあ、ちょっと仕事をしなきゃいけないというので、ちょっとね、自炊をしている暇がございませんで、はい、コンビニで買ってきたご飯で済ませちゃいます。あーしょー、いただこう。胸トレ頑張ったしね。いやマジで最近胸調子いいわ。あー今日ね、いやもう全然まだまだですよ、まだまだですけど、 77.5kg で5発上げられました。はい、僕マックスがね、人生でベンチプレスマックスってね、もう怪我してるからなんですけど、80kg、 ただ、ね、82.5kg を1回上げたのが人生のマックスなんですよ。だ多分もうそれ超えてるんですよね、多分人生史上。はっはっ、はい、3月3日木曜日、行ってきましょう。ヨルゲさん痩せた？痩せてはないぞ。はい、おはようございます。おはようございますって時間じゃないですけど、はい、本当にお酒が僕の体は得意ではありません。別に飲むこと自体はそんなになんですけどね、処理をする能力ほとんど弱いということで、はい、朝ごはんを食べていきますよ。サバの塩焼き、コンビニで買ってきたもの、はい、白米食べます。これが僕の朝ごはん。
ここが私のアナザースカイ。まだ酔ってんのかな、わけわかんねえ。はい、いただきます。ちょ、うまいうまい。こんにちは、こんばんは、おはようございますということで、本日は背中のトレーニング、お昼寝を指定してしまっちゃっしゃっしゃ、はい、ということで食事を、はい、手作りのチャーハンと、はい、カップラーメン、やばいね。もうほんとめちゃくちゃや、生活が。ちょっと、いい加減にしないとね。はい、ということで、もうすっかり遅い時間でございますので、今日もコンビニ最、今週ひどいね、自炊全くしてない。はい、セブンイレブンの甘辛チキンのサラダパスタみたいなやつ、はい、これを食べて今日は寝まっちょ、いただきまっちょ。はい、3月5日土曜日、行ってきまっちょ。はい、帰ってきまっちょ。はぁ、疲れた、残業でした。はい、食事、昨日作った筋肉チャーハン、これじゃタンパク質足りないっていうので、はい、タンパク質 20g チキンバー、これを食べていきまっちょ。